めたれや、菅野のいじりゅう。浅野言われてて草。菅野7回無失点の好投で大勝。野手の皆さんもよく打って、守ってくれましたね。本当によく打ってくれましたけど、浅野は守ってくれませんでした。おっちゃんやん、なーにしとんねん。いじるないじるな。サンキュー菅野、畜生菅野は絶対にいじると思ってたわ。原瀬特有の畜生。原さんの親戚、笑うしかないよ。いやいやでも菅野さんにこんな余裕ができてよかったわ。浅野もこの試合でよかったなう。浅野選手の姿は菅野さんからどう見えた ?18 歳には見えない立ち振る舞いで堂々としている。彼がすごい選手になった時、あの時マウンドに立っていたのは自分だと自慢できるように頑張ってほしい。それ完全に顔やろう。ガチで褒めてるのかと思ったらう。18歳とは思えないほど顔。原のインタビュー楽しみやな。浅野選手が足を滑らせる場面も見られましたが、原監督僕はたまたまあの時は目をつむってて、見えなかったですね。ちょ。目をつぶってた草。さあ、いろいろあったこの試合でしたが、6対0の完勝の巨人。今後浅野選手、どのように活躍していくでしょうか。コメントぜひぜひくださいね。ご視聴ありがとうございました。